おこしやす三条名店街、本日はカルディコーヒーファーム三条河原町店にやってきてます。はい、佐々木さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。寒さの続くこの時期におすすめの商品などをご紹介いただけるということで、ぜひ一品目からご紹介お願いいたします。はい、お願いいたします。一品目のご紹介でございます。はい、じゃあモヘジの博多明太子のり店新商品でございます。有明産の海苔と少しピリ辛な博多明太子パウダーを使用した海苔店でございます。おやつおつまみにもおすすめでして、食べ出したら止まらない商品になっております。はあ、お酒にも合う商品なんですね。はい、はい、続いて2品目お願いします。2品目でございます。こちらも新商品でございます。モヘジのおこげのスープ、ゆず胡椒、失礼いたしました、ゆず胡椒風味です。香ばしいおこげとゆず胡椒の爽快な風味が香るフリーズドライのスープになっております。ゆず胡椒のピリ辛なスープとサクサクのおこげを割り入れて、お召し上がりいただけます。はい、こちらまだまだ寒い時期におすすめでございます。はい、お湯を入れるだけで本格的なスープが食べられるんですね。はい、わー、私も食べたいです。すみません。じゃあ続いて3品目ですね。はい、3品目がこちら、モヘジの黒糖くるみです。こちら大粒のくるみに、沖縄産の黒糖を、使用した蜜をたっぷり絡め、ソフトな食感に仕上げられております。日本の食材を取り扱うブランドのモヘジの中で年間を通して人気な商品になっております。こちらコーヒーともすごく相性がいいので、この寒い時期にもお楽しみいただける商品になっております。ありがとうございます。すごく、どんなコーヒーに合うとかありますかね。そうですね、一番合うのが人気ナンバーワンのマイルドカルディです。はい、苦味酸味のバランスが取れてて、マイルドな口当たりとこちらの黒糖くるみの香ばしさがとても合うかと思いますので、ぜひお試しくださいませ。ありがとうございます。本日は3品ご紹介いただきました。ぜひ皆様もカルディに来てお手に取ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。